さとみさん。さとみさん。さとみさん。これ、とみっていいっすね。<laughs> うん、なんか、エレガントなお名前で <laughs>。里みっていいっすね。これ、あの、親の、親のセンスを感じられますね。里みっていう。いいじゃないですか。うん。まあ、今、いろいろとね、まあ、生活に困ってる。まあ、これ、し、なんだ、師匠は俊英くんなのかな ちょっと、あれですけど、うん、まあ、とりあえず、あの、メルマガかけてるみたいで、いいですね。ただ、多分まあ結論言うと、あんまりお金になってないっていうね、っていうとこだと思うんで、コピーライティング道場で、もうしっかりガッツリね、もう、もう、もう、ガッツリね、その、多分この、この文章だと、まあ、師匠からね、まあ、師匠は多分わ分かってると思うんですけど、それを、なんかその、難しく伝えないように、簡潔明瞭に多分伝えてると思うんですけど、 なんか腑に落ちてない部分があると思うんで、コピーレイティング道場、まじ明確にもうめっちゃううううやってますんで <laughs>、めっちゃ学び、もうやってるんで、学びにはすげえ吸収できると思いますよ。これからじゃなくて、もうすでにメルマガも2年やってるわけじゃないですか。だからすげえ、もうレッターとかも作れると思いますよ。いろんな要素があって、で、その要素を一つ一つやってるので、うん。 そうン英を救いたい動画ですね。あ、ュ英救いたい動画を撮ってよかったですね。しュんえみたいなね <laughs>。いや、あれ動画撮ってよかったな。はい、そうみんなの銀行も僕の紹介コード入れてくれたんですかね。わかんないですけど。ありがとうございます。入れてくれてるんだったら。そうやっぱね、考え方をアップデート、ほんとね、鹿児島やばいっすよ。 マジで鹿児島の現金率高いんですけど <laughs> なんであんなに看板、あんだけあんのに、いまだに全部現金ですから、なんなんだろうなと思いますけどね。だって3秒で終わるんですよ、ペイペイだったら。イペイっつってね。 もう財布から取り出したら10秒、20秒かかったりしてるわけですよ。じゃあ、それ人生の時間に置いたら、本当、何分ロスしてるのっていうな。それがないんだったら仕方ないけど、もう目の前にあんだけ垂れまくってキャンペーンやってて、もう,もうペイペイが出てからもう2、3年経ってるのに、いまだに現金化やと。僕、もう,僕もうペイペイで30万ぐらいバックされてますからね。ちょっとお見せしましょうか。 これ、現金で買ってたら30万もなんかバックないですからね。まあ、あと、まあ、僕、運用も始めてるんですけど、運用ももうちょっと増えてるんで、こう、ペイペイでね、今ね、僕ね、どれぐらいバックがあってんのかっていうと、こう、30、33万670円ですね、これ。これ見えるかな ちょっと光があれですけどたはい33万です33万月中してますよだこう買い物してるだけですからね <laughs> 買い物してるだけでこれ旅行行きませんですか北海道旅行30万あったらいけるでしょう <laughs> これなんでこんなのあるのやんないのかなって僕疑問に思うわけですけどうん まあいいんですけどね、人それぞれの考え方があるんで。でも、まああの、里美さんはそこに疑問を感じて、やっぱりこうだよねっていうところがあるんで、まあしっかり勉強してしっかりやっていただいて、売り上げちゃんと作って、まああの、ね、ご家族の旅行、まあ今ちょっとコロナのあれですけども、あの、旅行行きましょう。旅行もね、やっぱね、僕もお金なかった時はね、安い。まあ僕も今車中泊とかもしたりしますけども、 ね、あの、普通になんか一泊、10万は、まあ、一泊、今、今の僕のレベルだと、一泊5、6万っすね。そう、そこは普通に泊まれるようになりました。5、6万どうですか ?5、6万、5、6万の部屋だと、まあまあいいですよ。5、6万の部屋だと。大体、まあ、大体レベルとしては、 1>, あの1万とか1万ぐらいのところと3万ぐらいとあと56万とあと10万を超える本当にあのエグゼクティブみたいな感じじゃないですか僕今の収入だと56万なんですよでもこの56万でも十分ですからねめちゃくちゃいいですよ飯もうまいし部屋に部屋に露天風呂ついてたりとか56万でね全然いいですもんうん まあそんなにその今どっか行くとかないですけどもお金があるとやっぱその得られる体験がやっぱ全然違うんでほんと違います景色も違うしその同じ旅行でもね払える金額によってもその泊まれるホテルのそれ,それでも得られる人生の思い出っていうのは変わるのでこれお金があればそこ泊まれるわけじゃないですか単純になんでそこ泊まれないのかっていうとお金がないだけなんで。 稼げば止まれますから誰でも。うん。うん。まあ、稼ぎましょう。稼ぎましょう。うん。まあ、あとはその稼ぐっていうことにしっかりと、まあ、あの、貪欲になることですね。うん。うん。なんか信じて頑張るというよりか、 うんまあ、別にその信じるっていう言葉でもいいんですけどもなんかね僕からすると信じるというよりかは確信なんだろうな信じるというよりかは確定させちゃうってことですねなんか信じて頑張ってますよっていう人あんまうまくいかないんでもう確定させるってことですね確定ですうんそう確定だから確定してるんで確定になっちゃうんですよ だこれ結構ね、成功する上で結構大事なマインドセットというか、まあ、うまくいってる人の結構共通パターンとしてあるんですけど、もう確定しちゃうっていう。確定しちゃうから確定するって未来がね。まあちょっと分かりづらいとこか,かもしれないですけどね。まあ信じて頑張ってる人って、結局信じて頑張ってるだけなんで、なんか自分に酔いしれるというか、信じて頑張ってる自分に酔いしれるみたいな。 別に悪くはないんですよ。全然悪い、否定してるわけではないんだけども、まあ、せっかくアンケートをいただいてるんで、もうワンフレームのね、お話をお届けした方がいいのかなと。信じて取り組むんじゃないですよ。確定させて取り組んでほしいですね。稼ぐことを確定するっていう。う だって、信じるって、もっとこれを分解して、言葉を分解して言うんだったら、信じて頑張るじゃないですか、で、なんでこれ、うまくいかないのかっていうと、信じて頑張ってるのに、結果がついてこなかったら、信じれなくなるんですよ、だから信じて頑張ってるっていうベースがあると、その結果が出ないと信じれなくなってくるので、本当に大丈夫かなみたいになってくるんで、信じるをベースに行動していると、結局、結果が出なかっ、まあネットビジネスなんか、まあまあそんなすぐ結果出ないので、ここを乗り越えられないんですよ。 そうだから確定させるぐらいの方が、まあ、ちょうどいいって感じですかね信じるをベースにやってると信じれなくなって動けなくなるってことですねうんちょっとフレーム高いですけどねこん、はい、な感じですかね、はいはいまあ、あの謎を今,今後僕の吉谷拓郎という謎を解き明かしていてくださいいっぱい見て <laughs> 動画いっぱいありますから はい、ということで、あのプレゼントの方をね、えー、見ていただいて、しっかり勉強して、もうすぐ使ってください。使って金に変えてくださいね。金に。はい、ではあ、アンケートありがとうございました。